もう家でずっと監禁状態で、その義理のお母さんがお父さんとか義理の息子とかが食べたご飯ぐっちゃぐちゃにして、まず一つの鍋とかに入れて、そこにすごい大量の味噌と大量の塩を振りかけて、便器を掃除したモップとかをのゴミをその上に乗っけて、やっぱり人間が食えるものじゃないんですよ。僕も吐いてしまうんですけど、その吐いたら吐いたでまたその吐いた僕の汚物をご飯の上にまた混ぜて食えっていう風に殴られて、